はい。始まりました。石門ジャップ TV より、今週もやります週刊 J2 の時間でございます。そこで今週取り上げるのは2023年シーズン J2 リーグ第32節。 早くも残り10試合と各チーム目標がある程度定まり、新戦力がフィットし逆に怪我人も現れ各試合白熱した打ち合いのゲームが多く、 いよいよクライマックスが近づいてきてるんだと感じる2023年シーズン J2 リーグ第32節を簡単に振り返り、あーだこーだぼえていきたいと思っておりますので、よろしければラジオ感覚でお付き合いいただけると嬉しく思います。ということです、早速、今節の試合結果順位表等はこの通り。 今節も前節に引き続き藤枝 VS 群馬の試合が雷雨の影響で中止となっており10試合開催時点での週間 J2 としてお送り届けることを事前にご承知おきくださいそこで今節を一言で表しますとあちこち大量得点町田 J2 リーグ優勝へ とございまして、まあ、今節は得点が行ょ行さ入りました。まあ、打ち合いのゲームが基本の、まあ、大分、仙台の2対3に、山口、甲府の3対2、そして東京、ヴェルディ、岡山の2対3に、岩田、千葉の2対3と4試合も3対2スコアという珍しい第32節。 でまたえ、熊本、岩城の2対4に、栃木え、水戸の北関東ダービーの2対2のドローなども含めて、まあ、半分以上のゲームは打ち合いの中、 首位町田が5連勝中の絶好調山形の出花をくじく、5-0の圧勝が非常に際立ちます。まあ、さすが断突首位チームといったところでしょうか。まあ、早くも20勝目の大台突入。まあ、その一方岩田に関しては、千葉に2対3で敗れ、清水も4連勝止まりとなる秋田戦の1対1のドローンにより、この町田の J2 優勝、おめで まで行ってしまいそうなくらい、町田がまた抜け出てきました。まあ、2位岩田と1試合未消化時点でありながらも勝ち点差が急差。そして3位清水とは勝ち 1>, 1点差が10差と、まあ、1試合未勝負で、まあ、この結果はもう町田の昇格はもちろんのこと、まあ、J2 優勝もカウントダウンに入ったと言えるでしょう、まあ、それくらい今節の町田の勝利は、まあ、他チームが打ち合ってる中、まあ、際立つ圧勝劇そして昇格争い関連ではまた東京ベルディがホームでまた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 ,また,また勝てずの、まあ、岡山に2対3で敗れて、まあ、ホーム11戦勝ち しと伸び悩んでおりいつ昇格プレーオフ争いに巻き込まれてもおかしくない状況また昇格プレーオフ争い関連については甲府が絶不調を出せない山口に2対3の敗戦にまた山形が5連勝ストップの首位町田に0対5の完敗 で、また、大分も、ま、仙台に2対3で敗れ、まあ、各チーム伸び悩んでいる中、長崎の、ま、最下位大宮への4-0の圧勝が非常に際立ちます。ただ、ここ2試合、まあ、試合が中断している群馬に関しては、1試合かではプレイオフ、まあ、県内にまあ参戦できるだけに、まあ、戦っていないけど逆にチャンスが広がっている、まか不思議な状況。また、ここ数節後半戦狂わなかった中意陣がここに来て大奮闘。 前節やっと後半戦初勝利となった仙台は大分に3対2で競り勝ちまた徳島に関しても金沢に1対0の勝利とここに来て両チーム揃って後半戦初勝利からの連勝、まあ、残留争いが差し迫っているのか危機感がえぐいのでしょう、まあ、ひとまず仙台と徳島は J2 残留の安全圏内へまあ上がってきたのかなと、まあ、そしてまた中陣つながりでいうと岡山と千葉もまあ連勝 まず岡山がここに来て、まあ、東京に3対2の勝利により、まあ、前節の大分戦に続いて、まあ、東京ヴェルディとまあ上位相手に連勝であと千葉も今節、岩田にまあ3対2の逃げ切り勝利により、まあ、藤枝、岩田と静岡勢へのまあ再びまあ連勝スタートにより、まあ、この千葉と岡山は昇格プレーオフ圏内のまあ大分とまあ勝ち点差も4差のまあ45まで伸ばし、まあ、昇格プレーオフ争い参戦の ですね可能性は大いに広がったといるでしょうまああとは仙台がどこまで連勝を伸ばしてまあプレーオフ争いに入ってこれるかが気になるところ また、残留争いに関しては、大宮が長崎に今0対4でポコポコに行かれて、ここに来て連敗と、断突再開からの巻き返しに暗雲立ち込めております。そしてもう一つの広角枠は、今節も入れ替わり、徳島、山口と来て、今節は徳島に0対1と直接対決に敗れた、金沢が21位に元戻り、そして何よりもギリギリ残留の20位に、なんと、 11戦勝ちなしの今節は岩木に2対4と逆転負けを喫した後半戦唯一勝利なしの熊本が後半戦一気に急降下でございます、まあ、昨シーズン J1 昇格プレイオフ争い優勝チームがーいつ降格圏に落ちてもおかしくないところまで来た J2 の厳しさを感じる第32節といったところでしょうかそこで次 各試合結果とピックアップワードをもとに簡単にアーダコーダを覚えていきたいと思います。 まず、金沢バーサス徳島、0対1で金沢敗戦。一方、徳島勝利。徳島はここに来て、まさかのラバイン監督解任からの、吉田達馬新監督、ウィジンのゲームで、吉田監督としましては初勝利、及びチームとしましても、今季初の連勝となる、日、まあ、試合連続6ポイントゲームを制すこの勝利は、徳島残留争いを制すには非常に価値が大きかった勝利なのではないでしょうか。 決勝点に関しましては前半39分、まあ、ここ直近徳島に存在感を発揮しているまあ棚橋選手のまあ右サイドからの仕掛け、まあ、よくサイドに追い込まれながらもクロスを上げ切ったと思います。まあえー、柿谷選手が、ね、競り合って潰れて、まあ、最後、えー、フォアサイドで待ち受けていた西谷選手が胸トラップからの、えー、バー直撃シュートが決まり、えー、徳島が先制。そして後半に関しても、えーまあ、金沢にチャンスらしいチャンスを与えず、まあ、シャットアウトと、まあ 1> 1試合連続無失点の今季初の連勝と吉田監督にとっては非常にいい船での初勝利となっており一方、金沢に関しましては後半から木村雄大選手投入でゲームに絡みはするもののチャンスまでには持っていけずもう少しフィットに時間を要するといったところでしょうか金沢には本当にいいフォワードが多いだけに金沢にとっては来たる最終局面での爆発に向けて今は我慢の時期かもしれない敗戦といったところでしょうか そして次15位栃木 VS16 位ミトの北関東ダービーは2対2のドローでございます、まあ、この北関東ダービーといえば本当に終盤にですね結果に直結する得点がよく入るイメージがあり、まあ、今節も,もうまさにその結果まず先手を取ったのは栃木、まあ、前半8分福森選手の後ろからのフリーキックニアサイドで根本選手がうまく合わせて先制ただ前半ロス対 タイムにミト、えーえー、華麗な攻撃、まあ、中間ポジションで受けた宇野木選手のクロスに、まあ、安藤選手が落として、えー、最後、小原選手の、まあ、ミドルシュートが決まり、まあ、前半のうちにミト、えー、としては一対一で折り返した。後半に関しては、えー、後半三十一分にミト、賢します。まあ、この栃木のクリアボールを拾っての、まあ、二次攻撃。まあ、杉浦選手のロングボールに抜け出した小原選手。まあ、後ろ向きのボールだったんですけども、もうトラップからの。バ、え、ン、ー ショートバウンドして即シュートとこの一連の流れ、本当に素晴らしく、またニアサイド、寺沼選手がおとりの動きとなって走っていたのもポイントになっていたのかなと、まあ、このまま水戸としましては久々の勝利を飾りたいところだったんですが、迎えたロスタイム、まあ、栃木の石田選手が粘って粘っての仕掛けてファウルを誘発し、PK 獲得、まあ、栃木、シーズン途中に加入したレアンドロ・ペイラ選手の強烈なね正面を叩き込む PK 弾が決まり、2対2。 のドロー終戦と、まあ、栃木にとっては、ね、甲府や、えー、長崎にまあ勝利したり,したりなど、まあ、調子は上がっているけど、まあ、今季初の連勝ならずのドローで一方、ミトホーリーホックに関しましては、まあ、このロスタイム勝利を取りこぼしたことによって、まあ、6試合連続ドローと、まあ、お互い残留争いからはまだ出し切れずの、えー、痛み分けの北関東ダービーでございますそして次、秋田 VS 清水、えー、1対1のドロー終戦と、まあ、清水 まあ初の所有スタジアム。 まあこの初のそういうスタジアムは大体どのチームもですね、まあ手こずる印象があり、まあまさにまあその結果に、何よりもこのゲーム、まあ清水は乾選手がまあ累積で出場停止とはいえ、まあ秋田の手足が非常に素晴らしく、まあ清水エスパルス前節町田戦でね、素晴らしいゲームをしたんですけど、全くそのチームとは別チームとなったこのゲーム、まあ幸先悪く前半11分からもチアゴ・サンタナ選手の展開、これを秋田の高田選手にカットされてからの ま、高田選手、まあ、長くボール持ち運びからのですね、えー、クロス。これ、青木選手がニアサイドで合わせるも、まあ、ポスト直撃。で、その直撃、えー、したボールの、まあ、こぼれ球。これ、斎藤選手、こぼれ球。これ、決めろよと言いたくなるね、この枠外シュート。これを決まっていれば、秋田としましたね、もうちょっと楽な展開になると思いながらも、まあ、前半は、えー、お互いスコアレスドローで、まあ、迎えた後半。えー、秋田が、再、えー、最先よく先制します、えー。後半3分、コーナーキックですね。これゴンダ 選手のこのパンチングが後ろ向きに飛んでしまい今それがそのままオンゴールという形になり今ゴンダ選手らしくない形で清水が秋田に先制点を許す展開にただコーナーキックで同じく清水で得点を取り返します後半28分このカルリヌス・ジュニオ選手のコーナーキックドンピシャのヘリングランが決まり同点に追いつくもう秋田の気迫の前に清水押し込みきれず追加点奪えずのドロー終戦とまず秋田に関しては今節比 非常にコンディションが良く、また前回対戦でも、清水を3対1で破ってるイメージがあるだけに、噛み合わせが良く先手先手を取れており、ゲームプラン通りだっただけにですね、5戦勝ちなしの悔しいドローといったところでしょうか。また一方、清水に関しましては、連勝が4でストップとなるドローと、内容的には納得なんですが、前回のこの町田戦の劇的勝利をチャラにしてしまいかねない まあもったいないドローといったところでしょうか、まあ、ベストゲームがあれば次は、ね、ワーストゲームはあるというところで、まあ、これも This is Football といった、まあ、そんな VS 秋田戦勝利なしの今シーズンの清水でございますそして次 <laughs> 熊本 VS 岩木2対4で熊本逆転負け。一方岩木逆転勝利。まあ一時は熊本逆転はしたものの、まだ逆転されるというまあ悔しい展開であり、かつですね、また今節もまあ早い時間帯での失点、こればっかりはですね、もう毎節毎節続いてるわけでもございますので、まあゲームプランが非常に崩れる、まあ熊本のまあこの立ち上がり、えー、まずはまあ前半給付、まあ、い岩木のコーナーキック、家泉選手が ショートバウンドうまく合わせてのですね岩木が先制、まあ、この熊本のね、マークの中途半端具合がですね、非常に気になるところ。ただ、熊本前半23分に一点返します。この左サイドからですね、相原選手がターンでうまく突破したところからのですね、クロス。まあ、岩きのディフェンダーの足に当たって、オンゴールという形で熊本が1対1と。でまたそれに合わせても7分後の前半30分に、この熊本逆転します。このの竹本選手の緩く差し

ヘディングダンで岩木が2対2の同点と、そして迎えた5分後の後半21分に、まあこのゲームのね、まあ勝敗を分けたと言っていいプレイでしょう。まあこのロングボールに対するね、えー、この反応、このライン際出そうとなったボールね、えー、熊本の坂井選手と岩渕選手が、まあライン際まで走り、岩渕選手これよく残った、残したと思います。でその岩渕選手がまあ走り勝ち、えー、なんとか残したボールに対して、まあそのセカンドボールをまた岩木の吉澤選手が、 まあ、先にですね、まあ、拾おうとし、まあ、そこに対しての、まあ、熊本の選手のファールを誘発し、まあ、PK 獲得と、まあ、この、まあ、2回連続ね、まあ、熊本としては、まあ、走り負けている、および、まあ、セカンドボールの回収の部分で、負けているという状況は、まあ、そりゃですね、まあ、ゲームとしても苦しくなるっていうところで、まあ、後半21分、まあ、山下選手の、まあ、PK 弾で、3対2と逆転され、またその直後の後半27分にも、 セカンドボールの跳ね返し台。これもね、なかなか回収できないのが、今も、今の熊本の不調物語っていると言いますか、これまた山下選手2得点目となる、まあ押し込み、押し込み弾が決まり、まあ4対2で、まあそのままゲームを終戦と、まあ毎試合にほんと開始早々の失点が熊本非常に厳しいと言いますか、まあただ今節はね、まあ各選手の技術力、前線の選手の技術力は光り、逆転したものの、まあさらに逆転されるというね、 熊本にとってはショックが大きい配線特にセットプレーの部分の守備に関しましては、手こ入れが必要となる敗戦なのではないでしょうか。で、また一方、岩城に関しましては、前回対戦で熊本には0対4とボコボコにやられているだけに、その敗戦の雪辱を果たす走り勝った逆転勝利だったのではないでしょうか。 そして次、大分バーサス仙台、2対3で大分逆転負け、一方仙台逆転勝利。まあ、ホームで、まあ、連敗を止めたと思ったら大分、まあ、再びの連敗スタートと、まあ、非常に厳しい状況でございます。えただ、先手を取ったのは、まあ、その大分と、まあ、前半31分、まあ、ゴールキーパーのキックの跳ね返しに、まあ、伊佐選手が、まあ、抜け出し、まあ、キーパーとの1対1、まあ、正面だったものの、まあ、そのセカンドね、えー、そのすぐ伊佐選手が反応 下が故にですねボールがこぼれてこの大分の安田選手が押し込み、大分が先制、でまたそれに合わせて大分前半はですね非常にチャンスが多く、まあ、特に高畑選手のところでね、まあ、左サイドのところで非常に起点となり、まあ、クロスも多く上げられるだけにですね追加点が取れず、まあ、前半のロスタイム、まあ、このスローインの跳ね返し合戦のところ、まあ、最終的にえ仙台の鎌田選手にペナルティアに侵入されての、まあ、それを阻止する安藤選手が、まあ、ピーあのファウルなんで となり、まあ、仙台がったいなかった、まあ、なんなら前半はね、2対0で折り返したいところだったんですけども、まあ、前半の終了間際にも PK を与えてしまい、えー、まあその仙台の中山選手が PK を決めての、まあ、1対1で折り返し、まあ、迎えた後半、まあ、後半22分に今仙台この松崎選手が中間ポジションで、まあ、外、体は外向きながらもね、うまくボールを受けての、えー、この逆足を通す反転ターン、これ非常に 非常ににうまくまく、あえー、大分のディフェンダーを置き去りにしたと思います、まあ、ドフリーの形でクロスを上げ、まあ、ホ・ユンジュン選手が、まあ、ヘディングするもそれを跳ね返ったところを、まあ、ゴーケ選手が押し込み、まあ、仙台が逆転とで、またそれに合わせて5分後の後半27分にも、まあ、ホ・ユンジュン選手が、まあ、ポケットを侵、まあ、入する、まあ、抜け出しからの、えー、マイナスクロスに内田選手が左足のダイレクトシュートが決まり、えー 仙台三対一とまあ大分中間ポジションでのね。誰が守備のファーストディフェンダーに行くっていうのは非常に定まってないと感じさせられる。まあこの立て続けの二失点。まあ後半三十一分にウェビス選手のクロスにまあ長澤選手のヘディング団が決まり。まあ二対一三とするも。まあゲームはそのまま終戦し、まあ大分としましては、まあ再びの連敗と。まあこの前半のうちに大分としましては、二対ゼロにしなくてはいけなかった展開ながらも。まあ前半のうちに。 追いつかれての、まあ、後半に関しては、まあ、中間ポジションでね、ちょっとボールを受けられすぎ問題と、またセカンドボールね、誰が行くのかっていうのもね、ちょっと定まっていないところも大分としましては、まあ、守備の手こ入れが必要となる、まあ、そんな配線だったのではないでしょうか。で、一方仙台に関しましては、まあ、大分のね、中間ポジションうまくね、ついていきながらの、まあ、後半戦、まあ、前節初勝利からの、連勝で、まあ、残留争いからひとまずは安全圏内からの、まあ、昇格プレオフ圏内へ、と、まあ、しょ 新戦力、松崎選手の間違いを見せつける、まあ、期待が膨らむ勝利だったのではないでしょうか。 そして次、山口バーサス甲府3対2で山口勝利一方甲府敗戦甲府はこの夏の遺跡市場で加入してきたゴールキーパーのマイケルト選手が初先発もこの3失点による敗戦とこのホロニがデビューとなったこのゲームまず先手を取ったのは山口前半5分沼田選手のニアサイドへのこの,この高速クロスに川野選手がワンタッチで合わせての電光石火の山口の先制 なんとマイケルト選手としては、試合感を取り戻したいところでの、いや、ちょっと待ってよとね、言わんばかりの高速クロスに今出し抜かれた形で、甲府は失点及び山口としましては先制。ただ、甲府としましては前半31分、このフリーキックから取り返します。で、クリスティアノ選手の後ろからのフリーキックに、三平選手が折り返しの、これまた、今シーズン途中に甲府にですね、復帰してきた中村良太郎選手の復帰後初ゴールにより、1対1。 の同点で前半を今迎えた後半。まあ、後半5分、え、甲府、まあ、勝ち越しのチャンスと、まあ、三平選手がね、うまく抜け出しの、まあ、クリスティアノ選手、まあ、中央で無人のゴールを外すシュートフィニッシュと、まあ、チャンスを決めきれないと、次は逆にピンチになってしまうというところで、まあ、迎えた後半8分、山口の、えー、このクロス、あまり別に難しいクロスじゃなかったんですけどこのマイケル・ウッド選手、まあ、ウムキ選手と、まあ、競り合い、これをね、キャッチでき まあそのボールを山口の池上選手に押し込まれての山口の勝ち越し弾とこれはねマイケルド選手、さすがにキャッチしないといけないながらも試合感がですねまだ鈍ってるとね言わざるを得ない今この甲府の2失点目ただ甲府、もう一度取り返します後半17分クリスティアのノ選手のコーナーキックに光平選手 フォアサイドでギリギリ競り勝ちながらもゴールもギリギリねじ込むというこの三平選手のスーパーヘッドで2対2の局面から交付、ビッグチャンス多数でございます。その三平選手が後半19分にポケットをうまく取っての、ま、再びクリスティアノ選手、次こそはっていうところで、まさかの枠外と、でまた合わせて後半35分も交付のカウンター中央から長谷川選手が運んで運んで運んでの、ま、最後ジェトリオ選手と、これまた決めきれず、迎えた後半44分。 山口のエマイ選手の展開からの最後、中間ポジションで受けた五十嵐選手、運んで運んでからの力がね抜けたシュート、これがねなんと決まってしまうという、そこまでタイミングをずらしたという感じでもなく、また甲府のディフェンダー陣が何かブラインドになっているわけでもなかっただけに、このマイケル・ウッド選手としてはこれはねさすがに止めたかったと言いますか、でも止められないというこの現実、試合感がね戻っていないところも含めて 含めて京都がこのマイケル・ウッド選手をレンタルで出したのも納得せざるを得ない、まあ、そんな甲、ね、府の3失点による敗戦および何よりも怒涛のチャンス、特にクリスティアのノ選手の決定力のなさが、ね、非常に気になったところで、まあ、各ね新戦力を、まあ、ACL に向けてっていうところもありかなり多く獲得しましたが、その各新戦力の復調よびまあフィットをです、ね、早く待ちたいと思う、まあ、そんな甲府の敗戦および 山口としましては、まあ、劇的な展開での、まあ、この勝利と甲府、まあの、ね、え決定力不足に助けられたものの、まあ、この勝利により高角権脱出の非常に貴重な勝利だったのではないでしょうかそして次東京ヴェルディ VS 岡山2対3で東京ヴェルディ敗戦一方岡山逃げ切り勝利 東京ベルリとしましては、また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 もや、ホーム勝てずの11戦未勝利により、J1 自動昇格に向けて非常に厳しくなったと言える、そんな敗戦だったのではないでしょうか。何よりもこのゲームは前半のうちに決めたかった展開、前半31分に縦中央2連続射抜いての抜け出した染野選手、キーパートの1対1、決めきれず、またその直後も稲見選手がインターセプトからの シシュュートフィニッシュこれままた決まらずの、まあ、前半立て続けのチャンス決めきれず、まあ、0対0で終え、まあ、迎えた後半、えー、後半5分、まあ、岡山が先制と、まあ、この左サイド、高橋選手が東京ベルディの選手2人一気に剥がしてからの、まあ、中央、チアゴ・アビズ選手につけて、チアゴ・アビズ選手、まあ、倒れながらもうまく左足で合わせて、えー、先制と、で、また後半28分にも、えー、岡山追加点、このルカオ選手がもうザッ パワー、まあ、強引にですね、えー、この中央から外に開きながら運んでいきの最後縦をね、突破するという、まあ、分かってても止められない、このルカオ選手のま手の使い方及び、ま、このパワーに、ま、東京ベルのディフェンダーも圧倒され、まあ、クロスを上げられるもそのこぼれ球、まあ、ムーク選手が再び拾ってのクロスに、ま、中央ね、このバイスもいて、柳もいてっていうところで、えー、ま、警戒が緩んだところ、まあ、元山選手のまヘディング弾が決まり、 2対0と。で、また合わせてね、後半31分もう、もうこのパワーでね、おなじみのルカオ選手がサイドで時間を作り、これうまくですね、フリックしましたね。それに可愛い選手がダイレクトでつけて、また再び若狭選手もダイレクト。まあ、それに対してルカオ選手が、そのスルーパスに一気に抜け出し、ルカオ選手、まあ、キーパーとの1対1止められるもそれまた自分で押し込み、3得点目と、ルカオ選手ようやく岡山にとって、 岡山での初ゴールとこれまで多くのチャンスありながらもアシストの部分でも非常に貢献したんですがようやくルカオ選手に初ゴールと岡山にとっては非常に大きいこの三得点目ただ東京ベルディとしても維持を見せすぎる形で途中で入ってきたこの新井選手が右サイドからのクロスにヘディング団が決まり一対三。そして迎えたロスタイム直後に関してもこのコーナーキックこのフォアサイドで河村選手が右足で 合わせてのし、まあ、2対3でそのままゲーム終了と、まあ、東京ベルディの特に染野選手が、ねまあ、ここ数試合決定力不足が気になるおよび、うん、この敗戦によって東京ベルディはもう昇格プレーオフ争いの方に巻き込まれてしまいかねない、まあ、そんな敗戦だった印象があり J1 自動昇格争いに割って入るには、まあ、染野選手の決定力復活と何よりも長谷川 選手の昨シーズン J2 で活躍したようなまた一方、岡山に関しましては、まあ、佐野煌大選手が抜けて以降、まあ、フォワードの選手がいい意味でもですね、役割が増えたことによって生き生きしているのと、またサイドの選手もね、やることが明確でもございますので、非常に回っていると言いますか、カウンターの鋭さがですね、よりましたという印象があり、まあ、昇格プレーオフ争いへと、まあ、期待したくなる、まあ、そんな 勝利まあ、何よりもルカオ選手にね移籍後初ゴールが現れたのは、ね、非常に大きく、まあ、この終盤戦においてこのルカオ選手のザ・パワーがよりですね、えー、活躍するそんな感じがする岡山にとっては非常にです、ね、自信になる勝利だったのではないでしょうかそして次、今節第32節の最も注目試合を1試合取り上げていきたいと思います。 首位町田 VS6 位山形5対0で町田完勝一方山形完敗町田としましては前節清水戦敗戦からの山形がね5連勝中という状況もあり今季山形が 連敗するとすればこのタイミングかなと思いながらも蓋を開けてみれば、えー、当然の連敗阻止の5 0の圧勝でもございますのでまたエリキ選手不在という状況下でも他の選手がね多数躍動の得点パターンも非常に豊富でもう町田の優勝おめでぐらいまで言って てしまいそうなそんな干渉だったのではないでしょうかゲームの流れとしましてもまあ、立ち上がりから町田のプラン通りだったのかなとまずま早々からですね、まあ、山形のま鋭いまサイドからの攻撃に対してえ町田奪ったらまロングボール一本でカウンターとも、まあ、左サイドで藤代選手が運んでま仕掛けていくんですけどもえ奪われてもこれまたねえすぐ奪い返しのまショートカウンター炸裂し、まあ、沼田選手のシュートフィニッシュもゴール頭上とも、まあ、立ち上がりからまスピ 感感と、まあ玉際のバチバチチがえ素晴らしい、まあ、この上位対決らしいですね、まあ、攻防ながらもですねえ迎えた前半16分、先制したのは町田、えー。このロングボール、また1本でね、え藤尾選手が抜け出し、このカットイン、これ、完全に野田選手をね置いてけぼりにする、うん、この剥がしからの、まあ、野田選手に引っかかったか引っか,かってないかは、正直微妙なところではありますが、まあ、野田選手を完全にですね置き去りにしたところがです、ね、で、まあ、より町田選手 こちらにに PK 判定に傾いいたと思いますその藤尾選手自ら PK を決めて先制そして迎えた前半31分にもこの中次はねロングボールロングボールで来てたら次はなんとショートパスでね中間ポジションで受けた沼田選手がま左45度からですね右足でのしれっとこのうまく決めるこの追加点とまあこの多彩ですね本当にもうデルピエロかとね錯覚してしまう のような沼田選手の2得点目からの、えー、その直後6分後の前半37分にも、えー、この鈴木選手のコーナーキックミッチェル・デューク選手がヘディングで合わせて3得点目と。 いやー、ロングボールに、ショートカウンターに、コーナーキックに、セットプレーでとどめを刺すあたり、前半でね、勝負あり感を感じながらも、迎えた後半29分には、途中出場のバスケス・バイロン選手のカットインからね仕掛けるクロスが、そのままゴールインし、4得点目。そして、後半38分には、この山形のビルドアップをはめて、安井選手、 からまたセカンドを回収し安井選手から荒木選手につけそして荒木選手のクロスに高橋大吾選手がヒールで落としマイナスから藤代選手のシュートフィニッシュが決まり町田らしいショートカウンターで締めくくり5-0フィニッシュまあ、ただ終盤山形諦めない姿勢をね0対5の状況でありながらも見せつける猛攻ありながらもこれを町田の今季初スタメンの福井選手が 見事、シャットアウトする、まあ、神セーブ連発と、町田はほんと徹底しておりますね。まあ、連敗は絶対しないこと及び、まあ、ゼロ失点で終えるっていうことは非常にこだわっていたと思いますので。ゲームをね、えー、5得点取りましたが、なんだかんだこの山形がね、えー、5連勝を成し遂げたのも、結構守備からね、ペースを掴んでいただけに、それを、お株を奪う、この町田のですね、えー、この山形対策も構想したこのゲーム、まあ、ロングカウンターから始まり、まあ とカウンターにまコーナーキックとこの多彩さも見えるこの特典パターンの数々、まエリキ選手の不在を全く感じないまそんな感想だったのではないでしょうか。一方山形に関しては非常にまあしょ な配線まあ、6連勝をかけた。このゲーム町田のね。連敗をつけるのはこの山形しかいないっていう状況だと思ったんですが、まあ、その出鼻をくじかれるですね。ま1、あまあ、失点がね。ちょっと早すぎたっていうところもあり、まあ、非常にペースを崩したのかなと？とまあ、周囲町田にですね。ま,あ、まざまざとまマッチが週にいることを見せつけられた。そんな山形の敗戦だったのではないでしょうか。そして、次。 今節第32節のサプライズ結果時代を1試合取り上げていきたいと思います。 岩田 VS 千葉2対3で岩田敗戦一方千葉逃げ切り勝利。千葉としましては2試合連続前半だけでの3-0スコアと今 J2 で一番強いのはこのジェフユナイテッド千葉なのかもしれません。まずそんなね調子の良さを表す立ち上がりから前半この50秒。風間選手の狙いすましたミドルシュート。これは本当に上手かった。まずはね、マイナスに降りてきた田口 選手からのこのくさびパスにこの小森選手が引いて受けて、まあえー、このドゥドゥ選手につけてとこの、えー 自ら受けて話すタイミングも非常によく、岩田の選手を小森選手に引き寄せてからの、ま、ドゥドゥー選手からのこの風間選手と風間選手もね、余裕を持っておかげでシュートを打てたと思います。そんな素晴らしい連携も重なり、かつ、風間選手の技術力が光る先制弾で、千葉が1-0。そして、また加えてえ、前半17分にも、この岩田のビルドアップを奪っての速攻、ま、田中選手の鋭い草取りパスに、これまたね、小森選手が注目。 中間で受けての、まあ、切り返そうとしたところ、これがドゥドゥ選手にうまく渡り、ドゥドゥ選手も左45度からこの巻いたシュートフィニッシュが決まり、2対0と、でまた合わせてね、これ、前半44分もこれコーナーキックですね。いや、日高選手の独走、本当に素晴らしい。この岩田のね、このヘディングシュートがまあ千葉の、ね、選手の手に当たってしまったところはあったんですけど、まあ、ただここは J2 リーグ忘れてはいけません。がなないこと、まあ、そんな ところで、まあ、岩田としましては不運ながらも、まあ、この千葉、まあ、ただ日高選手、本当に速かったですね、まあ、用意ドンっていう状況下でこの1対1の状況、完全に競り勝ち、六十メ 60m ぐらいドリブルで運んでのキーパーとの1対1を沈めての3対0と、まあ、そんないいムードで、まあ、後半迎えたいところだったんですが、千葉としましては雷雨の影響でですね 40分中断と、まあ、そこから迎えた後半に関しては、まあ、岩田がまあ怒涛の猛攻とえまずはですね えー、後半16分、この伊藤選手のクロス、これ、えー、千葉のゴールキーパー、鈴木選手が弾いたところ、まあ、後藤選手に、まあ、たまたま立たった形で、それがゴールインと、えー、後藤選手、まあ、本当に持ってます。また合わせて後半33分、後藤選手2得点目のこのカットインシュート、まあ、超スーパーゴールでございます、えー。この三浦選手のパントキックスタートに、えー、後藤選手が受けて、まあ、長距離で持ち運んでからのこのまたぎフェインと、まあ、このフェインと、 距離持ち運んでからまたぎフェイントできる、まあ、この技術力と体力も含めて後藤選手素晴らしいとともに、まあ、千葉のディフェンダーが重いのか、ね、中央を締め切れていなかったので、まあ、後藤選手もう迷いのないこのカットインシュートが見事決まり2対3と、まあ、この雷雨の影響で、ね、40分全く回があったといえる、まあ、そんなスーパーゴールであと1点というところであったんですけども、まあ、ロスタイム、まあ、鈴木選手が、ねまあ、ポケットを ってのまあ、このクロス、まあ、松原選手合わせるも、まあ、千葉のディフェンダーが、ね、最後の最後まで、ね、えくっついていたので、まあ、松原選手としても合わせるのでいっぱいいっぱい、まあ、そんな千葉の体の張った、えー、守備も光り、まあ、千葉としましては3対2で逃げ切り勝利と。 に、岩田相手に自信を確固たるものにする勝利だったのではないでしょうか。まあ、守備の部分では、まあ、ドゥドゥ選手の強烈なロングシュートに対しても、まあ、ビビることなくですね、何度もシュートブロックに行ってましたし、また攻撃の部分に関しては、まあ、小森ヒーロー選手が本当にポイントになってるかなと、まあ、今節得点は取っていなくても、やっぱ中間ポジションでボールを引き出し、かつ、えー、岩田の選手を引きつけながら味方の選手をフリーにするって、 いう動きが非常に光っておりまあ、それによって千葉の各選手のもともと高い、ね、技術力がいかなく発揮されたシーンがよくございましたので、まあ、小森選手を中心に今千葉まあ、今シーズンのこの終盤戦をより面白くしそうなそんなに岩田に対する自信がつく勝利だったのではないでしょうか。そして 今節第32節のベストゴール誕生試合を1試合取り上げていきたいと思います大宮 VS 長崎0対4で大宮完敗1敗 一方、長崎圧勝となったゲームからえ、長崎のミッドフィルダー、米田選手の先制弾を選出いや。前半21分、この米田選手がオーバーラップしていきからの米田選手、まあ、サイドからですねえ、中央の中村選手にボールを供給するところから、まあ、米田選手、まあ、このノールックパスからのこのパスゴーは非常に迷いがなかったと思います。ただ、そのボールを受けた中村選手、1回ですね、足裏でですね、ボールをトラップ していきながらのちょっと前鏡になりながらも足裏でボールを引いての、え、かかとでのヒールパスと、一瞬リズムがですね、狂いましたよね、これ。まあ、米田選手はもう迷いなくでございましたが、大宮のディフェンダーに関しては迷いを生じさせる、まあ、そんな中村選手のエロいですね、え、足裏で一瞬止めてからのこのあの、逆足でのヒールパスは、本当にちょっと、え、アイディア及びこの技術力がエグすぎて、 まあ大宮のね大森選手もちょっと前のめりに欠か,かし状態になっておりましたので大宮のディフェンダー陣を完全に出し抜き迷いのない米田選手がその勢いのままのワントラップシュートとまあこれは本当に豪快かつ繊細そしてうまく出し抜いた技術力も光ったそんなスーパーゴールでもございましたので選出させていただきましたでまたねそれに合わせてまあ長崎まあ後半4分もま同じくね米田選手がねポケット侵入 入試今回はね、中村選手に代わって、マテウス選手が、まあ、手前でですね、えー、大宮の選手の間を出し抜く、まあ、スルーパスにヨネダ選手、これまたね、勢いよくシュートフィニッシュが決まり、2点目と、で、まあ、あと合わせてね、えー、後半6分にも、このマテウス選手が運んでの、ファンマ選手が中間ポジションで受けて、えー、これね、ちょっと PK 判定になったんですけどこれファンマ選手、勝手にこけたんじゃないか説を唱えながらもですね、まあ、この PK、ファンマ選手、まあ、古巣の大宮 相手に、まあ、無情なですね、まあ、天井シュートが決まり三得点目。またそれに追い打ちをかけるようにえファンマ選手の二得点目。え松澤選手が長い距離を運んで運んでのまあ最後スルーパスにファンマ選手フォアサイドで押し込みえ長崎四得点目と、まあ、長崎は新戦力、まあ、中村選手およびまあマテウス選手もですねそして何もえマルコスギレルメ選手とかなりですねチームにフィットしてきた。 印象がございますので昇格プレオフ争いではなく J1 自動昇格に向けてというきっかけとしたいそんな対象だったのではないでしょうか一方大宮に関しましてはこの米田選手に立て続けに同じ形での失点を許すあたりはゼフ長寿の大宮は1試合のうちに同じ形での失点を繰り広げてしまうあの時のですね、大宮に元戻りとなるそんな悲壮感漂う2連敗だったので でではないしょうか以上長くなりましたが今節の振り返りはここまでそこで次次節第33節の最も注目試合を1試合取り上げていきたいと思います13位秋田 VS2 位の岩田 ま、今節、清水を、ま、4連勝でストップとなる、ま、1対1のドローとなった、この秋田。また、このソユスタジアムの地で、えー、再びね、静岡勢との、ま、連戦ということもございますので、まあ、秋田としましてはモチベーションが非常に高いことでしょう。まあ、清水戦においてもね、非常にコンディションが良く、まあ、出足の良さがね、非常に光った印象もございますので、まあ、このホーム2連戦、もうそろそろね、秋田としましても勝利欲しいところでしょうし、まあ、 チベーションの高さがね結構秋田の、まあ、原動力にはなりそうなイメージもございますので、まあ、昨シーズンもね終盤この秋田がねかき乱した J2 リーグ、まあ、この J1 昇格争いにおいても、まあ、岩田と清水のね、えー、この昇格争いに何かね一波乱を起こしそうなまた一方岩田としましてはねこの清水が今季勝利することができなかった秋田に対してね、えー、このシーズンダブルとなる勝利をすることができな ればまあ、ホームでは、ね、2対0の完勝からのこの ソユううスタジアムの地で、まあ、岩田がね、2021年シーズンに関しましてはね、1対1のドローで引き分けてしまったというところもあって、なかなかソユううスタジアムはね、本当にまあピッチコンディションも含めて、かつね、まあ、天候がどうなるのかも含めてですね、非常に読めない要素もございますので、まあ、岩田のまあ自力をですね、見せつけるには、ま、持ってこいの秋田。この秋田に勝利したとなってくると、岩田としましては、まあ、J1 昇格がですね、非常にですね、まあ、近づく、まあ、そんなゲームという位置づけとして、えー ピッックアップゲームとして取り上げさせていただきましたそして次最後に個人ランキングの方を取り上げていきたいと思いますまず得点ランキングからですが長崎のエースファンマ・デルガド選手が VS 大宮戦での古巣恩返し弾2発叩き込んだことにより19得点目とエリキ選手を追い抜き再び単独の得点ランクトップに躍り出ております でまた一方、町田のエース、エリキ選手に関しては前節の清水戦の全治、えー、8ヶ月の負傷離脱により、まあ、今後、得点数が上がることはございませんのでもう実質、まあ、長崎のファンマ・デルガド選手がもう得点ランクトップで今シーズン終えると言っていいでしょう、まあ、そのファンマ・デルガド選手がどこまで得点数を伸ばすのかが、えー、焦点となる得点ランキングといったところでしょうか。 そして一方、アシストランキングですが、こちらは今節も特に変動なしとなっております。ただ、未だに、この藤枝から名古屋に移籍した久保藤次郎選手が、トップに踊り出てる状況は各選手、これでいいのと、どうしても思ってしまう、そんなアシストランクといったところでしょうか。 以上、長くなりましたが、町田 J2 優勝おめでとうと言ってしまいそう。かつ、ここに来て、千葉、岡山、仙台などの注意陣の連勝による巻き返しが光り、昇格プリオフ争いがより一層面白くなってきた、2023年シーズン J2 リーグ第32節の簡単なレビューでした。最後までお付き合いいただきありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメント及び、Twitter 改めアプリ X の方、 方もフォローいただけると嬉しく思います。また次回の動画でお会いしましょう。石門ジャップ tv でした。